大牟田市内線はかつて福岡県大牟田市の市内を走っていた西日本鉄道の軌道路線である。1927年に大牟田電気軌道の路線として開業したが、1952年1月6日に全線が休止となり、1954年に廃止された。営業休止直前のもの、大牟田市内を通る路面電車として計画され、 大牟田電気軌道により開業した。路線は、大牟田市の中心市街地である旭町から南西方向に伸び、大牟田駅前を経由し、熊本県荒尾市との境界に位置する四津山に至る一路線のみで、あった。旭町から、地域東部の三池地区に向かう路線、地域北部の銀水地区に向かう路線、四津山から、さらに南下して、 荒尾市の万代駅に向かう路線も計画されたが、いずれも実現せずに終わっている。開業するまでは、右予曲折があった。大牟田の今井修造他7人が、大牟田市見池群三河長官に参るル42差の、軌道不設特許を取得したのが10年前の1917年8月24日であり、1920年に、増田種三郎ら長崎電気軌道関係者が、 発起人に加わると1922年の会社設立時には代表の専務取締役にはマスダが就任した。しかしその後も工事は着工に至らず、1926年1月の株主総会でマスダら長崎電気機,機動関係者が役員を退任すると野田義一郎ら大阪兵庫の人物が役員に就任し、翌年12月ようやく開業したのであった。 大牟田電気軌道は1941年に九州鉄道に九州合併され、さらに翌1942年の西鉄成立により、同社の一路線となった。戦時中はボギー車を新生投入し、輸送力の増加が図られたが、1947年頃から乗客数が減少するようになった。大部分が単線であり、輸送力に限界があったが伏線への切り替えは、 道路の現況と経費の問題から困難とされていた。さらに公害による地盤沈下により補修費も負担となっていた。このようなことから自社バスの増発で代替を図り1952年に全線休止となり1954年に廃止された。今後による、は1954年の廃止時に営業していなかったもの、は1940から42年頃解消。 朝日町1949年6月1日、休止、復活せず。栄町駅前5月今として開業。1951年5月17日、休止、復活せず。地区町1942年以降に廃止。有明町1951年5月17日、休止、復活せず。大牟田駅前知らぬ市町一丁目。中座劇場前として。 開業、1935から39年頃、開改勝、1940から42年頃廃止。知らぬ市長知らぬ市長二丁目として開業。市立病院前、片平山として、開業、1940から42年頃、大牟田警察前に開勝、廃止時の名称への開勝時期不明。発金庁車小前として、開業。 1930から32年頃開解消。現在西鉄バス、大牟田本社敷地となっている場所に、西鉄大牟田市内線の車庫があった。諏訪町一丁目三河水尻として開業。諏訪橋諏訪神社前として開業。三河町一丁目諏訪川として開業。1942年以降に廃止。三河町二丁目三里として開業。1942年。 以降に廃止。三河町三丁目姫島として開業。三河町四丁目発電所前として開業。三河町五丁目五塚角として開業。四津山四津山道として開業。路線名は営業当時のもの、大牟田市内で保存されている200系2041系四輪、単車。13両中10両は、大牟田市内線休止後、長崎電気軌道に譲渡され110型となる。 200系ボギー車、大牟田市内線廃止後福島線、後、福岡市内線に転属。保存車については、西鉄200系電車保存車参照。AB、軌道特許上下布、官報1917年8月27日、増田、松本、長見、日本全国諸外者役員6。第31回、ハット AB、日本全国諸外者役員6。 第31回、人事更新録。三班琴平三宮電鉄代表取締役、男山作動取締役。野田は、有力同業者のエリアに隣接した地に免許権を、抑え転売する商法を編み出し、この場合も九州鉄道をターゲットにしていた。小川沙夫、京阪グループの警府、鉄道ピクトリアルナン、no. バー695-2000年12月号。 112から113ページ、日本全国諸外社役員6。第35回、地方鉄道及び軌道一覧昭和10年4月1日現在、軌道特許上過漢官報1930年5月1日、軌道企業廃止、官九1932年7月27日、軌道企業廃止、官九1937年12月21日、AB。 運輸省国時代76号、官報1951年4月18日、運輸審議会の決定、官報1952年2月2日。ありがとうございます。